皆さんこんにちは、ダイスです。今回は名探偵ピカチュウやっていきましょう。ついにワールスさんに会えたというところからです。第4章続きなんですけど、ワールスさんにかかっている容疑を晴らそうと思います。ダイス、ティム、お前も一丁前に言うようになったな。これはあれだね、探偵としてって話をしてたとこの下りだよね。まずはブラッドから情報を聞くぞ。ブラッドさん、ワールスさんにかけられている容疑について教えてもらえませんか？どんな容疑なのかだよね。いいだろう。島で起きている霧の事件については知ってるかい？霧の事件。霧の事件？一週間前、湖に霧が出始めた。こんなことは今までになかったそうだ。マイロもそんなこと言ってたな。そうなんだよね。湖の霧。怪我をしたポケモンが町に逃げてくるようになった。まさかその原因がワールスさんだと言うんですか？その通り。ワールスが湖のポケモンを捕まえて怪しい研究をしているとの話も聞いている。それどこからの話だろう？研究？そんなの嘘っぱちだ。湖で何が起きているのか僕自身の目で確かめてきます。勝手にしたらいいさ。投げやりだね。なんでこう言えるんだろう。勝手にしたらいい、なんかあるのかな。もっとも湖へ行く橋は壊れているがね。え、橋壊れてるの？なんだって？まあせいぜい頑張りたまえ。一言のように言うけどさ、湖の橋が壊れているのに調査ができたの？そもそもっていうところが結構引っかかってるんだけど。まずは橋は壊れちまってるが、他にも方法があるはずだ。橋を使わずに湖に行く方法は？あれ出ちゃった。話聞こうとしたんだけど。あれ扉近かったんだね、きっと。はい、立ち位置変わったね。いけすかない野郎だ。本当にホリデーの部下なのか？それはね、気になるけど部下だよね。新しい条件の話は聞けない？橋。調査を邪魔するためにワールスがやったことだろう。わ、全部ワールスさんのせいになってる。ワールスは10年前にも PCL で問題を起こしている。疑うのは当然だと思うがね。花から疑ってるってことだね。ワールスさんは犯人じゃない。霧の事件については犯人のはずがない。ポケモンの怪我のことだって誰より心配してるんだから。マイロくん、俺が絶対にワールスさんの疑いを晴らしてみせる。きっとポケモンが逃げてきた時に橋が壊れた。湖へ行く方法は別にない？そうだな。あれ、心当たりがあるようだ。ブラッドの近くで話せないのかもな。一旦外に出ないか。そうだね、外で話が聞けそう。ワールスさんは？わしをかばう必要などない。そんな弱気にならなくてもいいじゃん。傷薬の材料を集めるために言ってた。説明したんですか？何を言おうと無駄だ。人は信じたいものだけを信じるからな。最初から疑ってる人だったら何言っても仕方ないっていうのは一理あるよね。やっぱり橋は霧が晴れないと難しいか。他、周りにはなさそうだね。行こっか。ライボルト。このライボルトはワールスさんのライボルトじゃないと思うんだよね。やっぱりブラッド刑事のだった。喧嘩するんだね。ライボルトとピカチュウは仲が悪いけど、後でどうなるんだろう。これは証拠を見つけたら仲良しになるかもしれない。こっち？あ、ちょっと霧が出てきてる。霧の事件について知らない？確かに俺の毛並みもいまいちだ。あ、見た目で言うと毛並みは分かんないな。残念。ルイーズさん、相変わらずいい匂いだな。
警察の姿が見えたからちょっと心配になってね。霧の事件のことは何か知りません？いいえ、力になれなくてごめんなさい。会社の都合でしばらく島を離れていたの。そうだったんだ。最近戻ってきたみたいだね。やっぱり橋は壊れている。トロピウス、おいしい喉元フルーツなってるもんね。この子ポケモンだよね。植物みたいだ。背中の葉っぱで飛べるらしいぞ。これは珍しいな。ん？首の果物をくれるのか。優しい。いい匂いだ。こりゃ何個でも食べれそうだな。なんだろうね、バナナ。ちょっと違ったりするのかな、トロピウスのフルーツ。事件についてどうですか？ワールスにはやっぱり容疑がかかってるのね。警部補だった。ワールス、刑事じゃないんだね。警部補、覚えました。真面目な方ですよ。ライムシーの平和のために熱心に仕事をしています。悪い人じゃないみたい。真面目だからゆえに、ってことかな。何やってんの？ピカチュウ？地道な努力も。あり？探してる？必要だぞ。そういうこと？なんか、あった？見つからないらしい。何も見つかってないんだ。たまに押すといろいろやってくれるよね。あ、マイロ。どうしたの？さっきの件かな。実は湖へ行く方法が一つあるんだ。なんだって？それ知りたい。どんな方法？小さい頃聞いたんだ。島のどこかに湖へ行くための秘密の道があるって。場所がわかるようなヒントがあればいいんだけど、なんか知ってる？秘密の道を通るときには必ずあるものを持って行ったらしい。もしかしたらそこにヒントが隠されているのかも。あるもの、なんだろう。獣道、違うかな。山の出身だから私、獣道とか通ったことあるけど。抜け道か。この子はどうやって来たんだろう。とある日は湖からどうやって来たの。橋じゃないってことだよね、多分。まさか秘密の道？泳いできたんだ。なるほど。そうだよね、泳げるし、飛べるポケモンは飛べるもんね。あ、怪我してたら飛べない可能性もあるのか。なんか知ってる？怪我をした時の状況をよく覚えていないらしい。そっか、覚えてない。分かったよ。この人いたっけ、さっき。見ない顔だな。どこから来た？事件について知ってますか？霧が出てることは知ってる。近づくのは年寄りぐらいなもんだけどな。若い人はあまり馴染みがないのかな。秘密の道ね、聞いたことないな。仕方ない、他の人に聞こう。ありがとうございました。おじいちゃん、おじいちゃんなら知ってるかな。道、秘密の道。聞き覚えがあるが、何のことじゃったかな。事件についてはおかしな噂を聞く。どんな噂ですか？何でも目玉の大きな化け物が出るとかなんとか。え、目玉の大きな化け物、多分ポケモンだと思うんだけど、なんだろう、目玉が大きい化け物。想像がついてない。どうしたの？霧の事件については誰にもわからないの。原因が分かってない。天気が悪いわけじゃないのに、一体どうしたのかしら。そこだよね、晴れてるもんね。湖で何が起こってるんだろう。早く確かめなきゃな。もう一つ、道については何かしら聞き覚えもあるような。ごめんなさい、すぐには思い出せそうにないわ。聞き覚えはある。マリルリは？どうやってここに来たのかな。あれ、水の中じゃない。人間は水の中はいけないもんね。もう一つ、事件については、いら、湖で襲われたのかよく覚えていないらしいんだ。怖い思いを思い出させて悪かったね、ごめん。犯人捕まえるよ。他にもいたよね、男の人。ん？どうしたんだ？
聞いてみよう。事件について橋を直すのは難しいですか？手元すら見えないからな。やっぱり秘密の道を探すしかなさそうだね。子供の頃に通ったな。昔は湖の祭りっていうのがあったんだ。その祭りに参加するためにみんなで秘密の道を通って湖へ行ったのさ。まだ橋ができる前のことだ。そうだったんですね。知ってる人いた。湖の祭り。祭りの時期になると巻物が配られたんだ。巻物？その巻物に通るための手がかりが書かれているのさ。その巻物は今お持ちですか？さすがにもう持ってないな。なんせ俺が子供の頃の話だ。巻物を配っていた町のじいさんならまだ持ってるかもな。もっとももう覚えてないかもしれんが。巻物。とりあえずおじいちゃんとこ戻ろう。巻物についても聞けそう。どこ？どんな巻物なんだろう。この子は知ってる？鍛えるのにぴったりな木材があれば行きたい。なるほど。巻物についておじいちゃん。この人だと思うんだよね。何が聞きたいのかな。巻物について親方から聞いたんです。巻物知ってる？あなたがお持ちだと伺ったんですが。巻物。おお、思い出した。湖の祭りで子供たちに配ったな。そうそう、子供たちは秘密の道と呼んでおった。ここだね。僕たち湖へ行きたいんです。巻物を見せてもらえませんか？君は随分大きいが、挑戦するというのか？挑戦？頑張ってくれ。巻物を持ってくるから待っていなさい。すぐ戻る。残ってたんだね。よかった。これがその巻物だ。どれ、遠慮せず持っていきなさい。ありがとうございます。巻物ゲット。巻物については譲っていただいてありがとうございました。何かまわんよ。祭りは島の大切な文化じゃ。若い者にももっともっと島のことを知ってもらいたいがの。早速見てみようぜ。巻物。3つの絵と何かの説明が書かれているね。これ月とかかな。満月、三日月、新月。これがヒント？秘密の道のヒント。夜じゃないと出ない。え、なんだろう。そういうことだろうな。肝心の秘密の道にはどうやって行けるのかな。おー、すまんすまん、それを伝えるのを忘れておった。何？良いかな。秘密の道へは2枚の鱗が導いてくれる。よく覚えておくのじゃ。2枚の鱗、それはどういうことですか？ほっほっほ、それは教えられんの。秘密の道を見つけ出すのも試練の一部じゃからな。試練。サンムーンとかウルトラサンムーンやってたから、試練と聞くと主の試練とか島の試練っていろいろあるけど、そことちょっと関係してたりするのかな。試練。あれ、ピカチュウ。じいさんの言ってた秘密の道は島のどこかにあるはずだ。手がかりになりそうなものがあったら俺に声をかけてくれよ。ちょっと練習してみるか。声をかけてみろ。ピカチュウが変わった。ハテナになった。この辺りは関係なさそう。こうやってやるんだ。表情が可愛い。ちょっと変わったね。どうなんだろう。この辺押せたはずなんだけど、石碑が押せなくなってる。彼女、2枚の鱗について知ってます？聞いたことない。そっか、聞いたことないか。親方はどうしたんだ。2枚の鱗について知ってます？見たような記憶はあるんだが、どこで見たんだったっけ、思い出せない。いやー、そうだよね、古い記憶だもんね。ちなみにこっちってどうなってるんだろう。あら、何かしら。連絡が済んだら手伝いに行くわね。ってことはまだなんだね。はい、鱗についての捜索します。案内板気づかなかった。これは観光案内地図。なかなか広い島のようだな。意外と広いんだね。でも遠くを見ても山が、高い山があったりするからかなり広そうだね。これと関係あるのかな。三角とか×とかどうなんだろう。この旗の意味が全然わかんない。後で使ったりするのかな。これ四角だもんね。なんだろう。
手がかりは見つかったか？2枚の鱗ってわかる？マイロ君には何か思い当たることはないかな？ごめん、ちょっとわからないや。やっぱり探してみよっか。とにかく手がかりはわかった。2枚の鱗を探せばいけそうな予感。押せそうなところはないんだね。これ丸だね。おお、びっくりした。吠えられちゃったここから霧が出てきてるけど、なんかないかな。ティム、どうしたのそれ。いいもんもらったぜ。トロピウスの首からもらったやつ。ほら、うまいな。バナナみたいだね。おお、びっくりした。あ、水あげなきゃ。大丈夫？食い地？ん？君は？そうだ、 PCL 事件を解決した探偵くんだろ。おー、すっかり有名人。ん？後ろの何？それ、目？つまらない島だと思っていたけど、君がいるなら何か面白いことが起こるかもな。いや、ちょっと期待されてる感がある。橋については、やっぱり霧が晴れるのを待ってくれ。秘密の道に関してはこの人たちは知らなさそうだね。このさ、後ろに飛んでるのがすごい気になるんだけど、これは飛んでるの、それとも目？アメモス？目？なんだと思う？目にも見えるんだよね。でも動きが早い。視線を感じたんだ。俺の気のせいか？これ後ろで飛んでるのが視線の犯人？この辺りは何もなさそう。違うとこか。とりあえずもう一回見て回ろっか。これがやっぱり気になるけど、ここは違うんだね。旗ではない。押してみよう。石がいっぱい転がってるね。石碑か何かが壊れたのかな。そうみたいだな。お、見てみろよ、刻まれた2つの模様。この模様ってもしかして鱗かな。これ、言われてみれば確かに鱗のようにも見えるな。なるほど、石碑に刻まれた鱗の数が手がかりってわけか。2枚の鱗が導いてくれる。ここってこと？怪しい怪しいとは思っていたけど、ここが入り口。道っぽいもんね。秘密の道見つけたよ。俺も連れて行ってくれ。もちろん入り口はこの奥だよ。一緒に行こう。どうなってるんだろう。壊れた石碑。他の石碑調べてないけどいっか。秘密の道、あれはトロピウスかな。あとなんか浮いてる。ここが秘密の道か。ずいぶん入り組んだ道みたいだね。巻物の謎を解くことで秘密の道を迷わずに進める、そういう話だったな。よし、巻物をよく調べてみるか。これ空に浮かぶ半円、きっと半月、三日月とかのことだよね。三日月ではないか、半分の月。これは満月。月の形が何かの手がかりかもしれない。月の形ということは、これは新月？黒い円なんだろう。お、常識だろ、新月真っ暗な時もあるもんね。3つの月は何だろう。あとは色が塗られてるよね。緑、ピンク、青。この色も何かの手がかり？なんて書いてあるんだ？読んでみるよ。始まりは満月の夜、闇を抜けて進み。ってことは左側の満月かな？割れた月を眺める頃に湖の祝福を得るだろう。なぞなぞみたいだな。下の分。ということは上の分も。湖を目指す者、月の輝きを頼りに、三度の試練に挑戦すべし。どういうことだろうね。こっち先に呼べばよかった。月の輝きを頼りに行く。その後は満月から始まる。っていうことかな。まだよくわかんないや。秘密の道の中に手がかりがあるのかも。道の手前にあるポケモンの石像なんていかにもじゃない？次はあの石像を調べてみようぜ。
うん、石像の特徴も調査リストに載せておくよ。最初はトロピウスだもんね。ポケモンのことなら任せてよ。ありがとう。ここにもさ、奥に2つあるんだよね。アメモンスな気がするな、やっぱり。いっぱいいるもんね。この像はトロピウスだね。緑の葉っぱもよくできてる。ああ、トロピウスがそのまま小さくなった感じだな。トロピウスの石像。俺さ、あっちにいるのさ。何があったの、ヒンバス。あれは自称島の守護者、自称なんだ。これはむごいな。生きてるよね。何があった？なんだお前か。あれ知り合い？ほらほら、しっかりしろ。インボインボインボ。これで何の目だ。無茶するなよ。知り合いみたいだね。よし、治ったぞ。おお、動いた。まだボロボロだけど。え？おう、ヒンバスはもともとこんな見た目だよ。うん、そうなの。ボロボロって言われてる。確かに。ミロカラスはすごく綺麗なんだけどね。今は綺麗だ。まだ進化前なんだ。お前はじっとしてろよ。じっとしてろよ。かわいい。元気いっぱいだな。何か焦ってる。あ、違うんだ。焦ってるんだ。ごめん。話を聞いてみようぜ。ヒンバス、何があったの？ヒンバ、ヒンバ。何？湖が大変？戻らなきゃまずい？どういうこと？でもまた怪我したらどうするんだ。そうだね。ねえヒンバス、僕たちも湖を目指してるんだ。一緒に行こうよ。ヒンバー！これ喜んでくれてる。よかった。ヒンバス、ポケモンの石像知ってる？島に住んでいるポケモンがモチーフらしいが、巻物との関係はわからないようだ。そっか。何はともあれ、調べてみよう。怪我大丈夫？ヒンバー！よかったな。一体何があったんだ？それだよね。ヒンヒン。湖で泳いでいたらいきなり放り投げられた？一体何が起こってるんだろう？早く湖へ行って何が起こってるのか確かめよう。事件知ってる？ヒンヒン。ずっと湖に住んでるが、こんなことは初めて？暮らしてるポケモンにも原因はわからないんだね。なるほど。じゃあこの後ろの像は何？これもポケモンの像かな？壊れちゃってる。欠けて、壊れていてよくわからないが、青い色が残ってるよ。青色。マッキョ。茶色。これはマッキョ。水辺でよく見られるポケモン。うっかり踏むと電撃で攻撃されるから気をつけろよ。この辺りにもいるかもね。ピカチュウ気をつけて。何言ってんだ、お前こそ気をつけろよ。はーい。マッキョ。おー、びっくりした。ヒンバス飛んでってる。元気になってよかったね。おい、どうしたの？そろそろ巻物の謎にチャレンジしよう。うん、これはまた次回やっていこうと思います。どんな湖なのかも気になるけど、ポケモンの像もすごく気になるよね。この動画が少しでも良かった方は、チャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!